はい、こんにちは黒田克一です。今日もごご視聴ありがとうございますえ。今日はセントトーマスの楽曲解説をしていきたいと思います。えー、しょうこりもなくですね、えー、この楽曲解説をやっていきたいと思いますが、えっ、ー、と、明日から2回に分けて、えー、そのセントトーマスのドラムソロ、マックス・ローチのドラムソロをやっていくんですが、その、えー、 ドラムソロに仕掛けがしてあって、その全体の構成というのがめ上によくできている。これ意外とみんなね、すごい適当に聴いてるんですけど、実はものすごくよくできた構成になってまして、えー、その辺を解説していきたいと思いますね。えー、まずはですね、セントトーマスっていうのはですね、サックスのソニーロリンズが作った曲ですね。えー、この間の、えー、とエアジージも一緒ですよね、えー。サックスのソニーロリンズが作った、えー、曲になります。えー、トリニダードとのですね、カリプソトリニダードとここですね。 えっと南米のこのベネズエラの、えー、ウェッカーのここら辺ですね、ここにある、えー、とトリニダード島というところで、えー、できたカリにあるカリブソというリズムですね、もうめちゃくちゃこう南国って感じですね。この辺ずっとクルーズでこうツアーで回ったことがあるんで、あのキュラソー島で降ろされましたけどね、えーと、ここら辺を行ったことありますが、本当にね、あのこういうスタイルのリズムを叩いてましたね。でバスドラをね、とにかくとにかく2、4で踏むんですよ。えっ、ー、と スネアと同時になっても、要はこう、素人の子が A ビート探せると、スネアとバスを同時になるじゃないですか。あれと同じ感じのリズムでやるんだけど、やたらグルーブしてて、めちゃくちゃかっこよかった思い出があるんですが、セントトーマスという曲はこういうところから生まれたリズムを使っています。で曲構成なんですけど、まあ、A の部分と B の部分が、えー、まあ、あって、まあ、16小節の短い曲なんですが、なので、2イン2アウトって言って、メロディーを2回やります。A、B、A、B やってね。で、最後も A、B、A、B っていううにやるんですけど、で、これ、意外とみんな みんな皆さん普通にやるとずっとラテンでやってねね船もバーってこの AB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  ってずっとやって終わったりとか、まあ、途中で4ビートになったりすると思うんですけどこれのすごいとかですねよく聞いてみると分かるんですけど ABAB は普通にラテンで始まりますでサックスのアドリブがずっとラテンでやってますでドラムソロにチェンジするんですよ。ドララムソロ全部でで5コーラスあるんですけど 2コーラスやったところで完全に4ビートのドラムソロで切り替えるんですね。ドラムソロの途中で切り替えるんですよ。で3コーラス4ビートでドラムソロやったらそのまま熱量が上がったままサックスがラバ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 ラっていう,こうアドレブでもうめっちゃ盛り上がってで最後のテーマの1回目のとこまではスイングでやってて。 ここでまでずっと勢いでやってて、で、ここで最後減速してラテンでやって終わるという形ですね。これ気づいてた人、なかなかいないんじゃないかなと思うんですけど、もうサクスコンコロサスを僕もす,すごい聞いてたけど、実際に生徒がやりたいっていうから、譜面を再布して気づいたんですね。これはすごい発見だなと思って、やっぱりレッスンって大事ですね。はい、ということでですね。で、あとエンディングに注意ですね。この曲は、あの、ラテンをやってて最後、えっとですね、えー、 この8小節を繰り返すタイプの人と、えっと、これを3回繰り返すの人と要は後ろの4小節だけを繰り返す人と8小節を繰り返す人が分かれてるんですねでこんな曲って大体譜面なんかもちろんないし勝手に始まるしエンディングどこを繰り返すのなんかこの曲って3回繰り返して終わりたい感じなんですよなんで8小節を3回繰り返すか最後の4小節を3回繰り返すかはもう 目で見るみたいな感じですね。こう目で見て、あの当たり障りのない音を叩きながらやっていくみたいな感じですね。えっとまあドラムは別にジャーンってやっとけば別に、ダンタンタンのとこでもいいし、えっンタ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 ン。ドラムはいいですね。ベースとかピアノはちょっと大変ですけど、こサックスに振り回されるって感じですね。これあのソニー・ロリンズが名古屋の厚生年金会館にいたとき僕見に行ったんですけど、ラスト ソニーロリンズラストコンサートで僕3回ぐらい見てると思うんですけど、あの、日本にもう,もう今年でやめるって言って何回もやって、で、あの、その時に来た時にソニーロリンズがですね、この曲を繰り返すとことかも、あと、勝手にロリンズってキー変えたりとかするんですけど、バンドがめちゃくちゃ振り回されててですね、バンドが、ああ、どうしたな、どうしたろって感じになってるけど、まあ、気にせずに吹いてるって感じですね。素晴らしい、えー、サックスだったと思うんですけど、ちょっと笑っちゃったって感じですね。 なので、この曲も確かに最後バラバラになってた気がするんですけど、それぐらい、このプロがやってても、そう、ぐちゃぐちゃになるんでわかるんですけど、あの、ちょっとね、その、アンテナを貼っておくと、こう、ミスが起こりにくいので、どっちかになるよってことですね。こういうのも知っておくっていうのが、すごい、ドラマとしてもえ、ミュージシャンとしてすごい大事ですから、これ楽曲の紹介でございました。というわけで、本日は以上になります。セントトーマスでございました。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きます ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。